はい、今日はね、札幌一番久世福商店の第2弾醤油ラーメンをいただきます。毎日出しで仕上げた醤油ラーメン。この間塩ラーメンうまかったよね。どうやったらあんな味が出るんだか。鹿児島県加工カツオ本枯れ節付きって書いてあるね。え、自分でも作ってみたいね。なんか黒って高級そうだよね。丸いね。久世福商店特製スープ、カツオ本枯れ節、500ミリリットルで3分。今日はどうしようかな。これ山陽だけどさ、食品工場って書いてあるんだ。山陽で作ってんじゃないんだ。群馬県前橋市だって。全粒粉ノンフライ麺。今日はね、ノンフライ麺だから、レシピ通りに作って食べてみようかな。お湯500、ああどうかな。お湯いっぱい沸かしちゃったから別で300で作ろう。卵を半熟で6分30秒で作ります。ちょっと柔らかいかな、ね、ちょっとトロトロだったね、半熟でもね。はい、今日はロースハムとメンマ少し、それと刻みネギ、あと海苔を入れる。味付けのじゃないや、焼き海苔。これをね、半分に。これでいこうかな。お湯を温めて。よし、お湯が沸いたんでスタートします。3分なんだけど、どうしよう、2分でいきます。お湯を捨てて、なんか色がカツオっぽいよね。あー、いい匂いがしてきた。いい粉だからね、あまり麺は触らずにギリギリまで待とうと思います。お湯は300、
あなんかやっぱりいい匂い。麺はね、3分って言うんだけどね、2分だとギリギリぐらいみたいな。2分でほぐれる感じだね。ちょっと固め。インスタント麺でね、ちょうどほぐれてくらいが一番美味しいんですよ。本枯節、かつお節だね。はい、いただきます。今日はね、札幌一番、札幌一番の久世福商店毎日出して仕上げる醤油ラーメン。この間塩ラーメン食べたらすっごく美味しかったんだよね。今日は醤油ラーメンいただきます。出汁がすごい、これはうまいや。やっぱりね、塩も醤油もね、もうスープだけでうまい。麺はね、3分のところ2分茹でてます。でもちょうどいいよ。うまっ。これいくらだったかな、こんなうまいインスタントラーメン食べると。ラーメン屋さん行かないよね。なんかどんどん円安でさ、インフレで物価がどんどん高くなって、なんかね、ちょっと前のね、倍ぐらいしてるような気がするよ。もう100円だった卵が200円、ネギだって1本100円だもん。うまい。これ醤油も違うのかな、全然辛くない。だし醤油、うまいな。これあのコストコで買ってきた久世福のね、だしがねいっぱいあるの。それでね、今度作ってみます。だしをいっぱい効かせればいいのかな、わかんないけど。だけどね、お店で食べるラーメンじゃない、だしラーメン、これ美味しい。いいかも。これ見つけたらね、食べてみてください。美味しい。